ヘリコプターにおける操縦装置の配置ヘリコプターのパイロットはヘリコプターの操縦装置を操作することによりその飛行を制御する操縦系統の動きはローターへと機械的に伝えられローターブレードに空力的効果を生じさせてヘリコプターを所望の方向に移動させる前後に傾けたり左右に傾けたりするためには回転するメインローターブレードの向かい角を 操縦装置によってサイクリックに変化させ回転面の位置によって異なる大きさの揚力を生じさせる必要がある。ローター全体の揚力を増やしたり減らしたりするためにはすべてのブレードの向かい角を操縦装置によってコレクティブに同量だけ変化させる必要がありそうすることによって上昇、下降及び加速、減速を行うことができる。ヘリコプターには 一般的にサイクリックスティック、コレクティブレバー及びアンチトルクペダルの3種類の操縦装置が装備されている。より複雑なヘリコプターにおいてはミキシングユニットによりサイクリック及びコレクティブが相互に連結されている場合もある。ミキシングユニットとは双方の操縦装置からの入力をミックスしてから横面に伝えることによって所望の効果が得られるようにする機械装置。 または、油圧装置である。ガバナーを装備しない比較的小型のヘリコプターにおいては、ローター速度を手動で調節して、一定に維持する必要があるため、手動スロットルも操縦装置の一つとして扱われる場合がある。ガバナーを装備しているヘリコプターにおいては、メインローターのコレクティブピッチを操作しても、ローター速度が自動的に調節されるため、より安定し、 かつ正確な飛行が可能となっている。H145 のサイクリックコントロールサイクリックコントロールは一般的にサイクリックスティックまたは単にスティックと呼ばれ、ほとんどのヘリコプターにおいては固定翼機のコントロールスティックと同じような形状をしている。サイクリックスティックは通常各操縦席の前方に下から伸びるように配置されている。 ロビンソン R22 はシーソー型のサイクリックを採用しており、二つの座席の間から伸びている柱の上端から左右に張り出した針に握り部が取り付けられている。フライバイワイヤーシステムを装備するヘリコプターにおいては、サイクリックに似た操縦装置を操縦席の横に配置することも可能である。サイクリックはメインローターを制御し、 ヘリコプターの移動方向を変化させるために用いられる。ホバリングにおいてはサイクリックによってヘリコプターの前後左右への移動を制御することができる。前進飛行においてはサイクリックコントロールを動かすことによって固定翼機と同じように飛行機跡を変化させることができる。左右に動かすと初毛の方向に旋回するようにヘリコプターが傾き前後に動かすと ヘリコプターの機種が上下し、高度が変化する。この操縦装置は、各メインローターの機械的ピッチ角、またはフェザリングアングルをローター回転の周期に応じて、個別に変更するものであることから、サイクリックと呼ばれる。そのピッチ角は、各ブレードが回転周期の同じ場所を通過するときに、同じ入射角になるように変更され、その場所で、 ブレードが発生する揚力に変化をもたらすため、各ブレードは同じ場所を通過するときに次々と上下動することになる。パイロットがサイクリックを前に押すと、ローターは前に傾く。パイロットがサイクリックを右に動かすと、ローターディスクは右に傾く。ロビンソン R22 のサイクリックコントロールいかなるローターシステムにおいても、ピッチ角を変更する位置とローターブレードの軌跡に、 処望の変化が生じる位置との間には、ズレが生じる。このズレは、位相遅れによって生じるものである。この位相遅れは、ジャイロ効果と混同されやすい。ローターは、振動を律する法則に支配された、振動系の一つであり、ローターシステムによっては、ジャイロと同じような挙動を示す場合もある。かぶり G2 の、コレクティブコントロール、コレクティブピッチコントロール、または、 コレクティブレバーは通常操縦席の左側に配置されパイロットの意図によらずに動いてしまうことを防止するためのフリクションコントロールを装備している。コレクティブはすべてのメインローターブレードのピッチ角をコレクティブに変更する。このためコレクティブを操作するとすべてのブレード角が等しく変化し、その結果ローターが発生する推力が全体的に増加。 または減少する。水平飛行においては、この操作は上昇、または効果をもたらすが、ヘリコプターが前方に傾いている場合は、全体的な水力の増加が、所定の上昇に加えて、加速を生じさせる。ボーイング CH-47 チヌークのコレクティブピッチコントロールは、スラストコントロールと呼ばれ、二つのローターシステムを、 制御することによって、コレクティブと同じ働きをする。アンチトルクペダルは、固定翼機のラダーペダルと同じ位置に配置されており、固定翼機と同じく機種の方向を制御する。ペダルを所謀の方向に操作すると、テールローターブレードのピッチ角が変更され、その推力が増加、または減少して、ペダルを押した方向への要運動を生じさせる。ヘリコプターのローターは、 一定の速度で回転することを前提に設計されている。スロットルはトランスミッションを通じてローターを回転させているエンジンの出力を制御する。スロットルはローター速度が制限値内に保たれ飛行に必要な水力を発生できるように必要なエンジン出力を維持するように操作されなければならない。スロットルコントロールの操作部は コレクティブコントロールにオートバイと同じようなツイストグリップが単一、または複数装備されていることが多いが多発エンジン機においてはパワーレバーが装備されることもある。ピストンエンジン機においてはパイロットがスロットルを操作してローター速度を一定にしなければならないものが多い。タービンエンジン機やピストンエンジン機の一部においてはガバナー、または その他の電子機械式コントロールシステムを用いることによってローター速度を維持するためパイロットが常にスロットルを操作する必要がない。ヘリコプターの飛行状態にはホバリング、全身飛行及びオートローテーションの3つがある。空中で停止すること。ヘリコプターの飛行状態において最も難しいのはホバリングであると考えるパイロットもいる。なぜならばヘリコプターは 一般的に動的に不安定であり、パイロットの操作なしでは、所簿の姿勢から逸脱した状態から回復することがないからである。このため、ヘリコプターを所簿の位置に、所簿の姿勢で放置するためには、パイロットが常に操作、修正を行われなければならない。ホバリングにおける、パイロットの操縦装置の操作は、次のようになる。サイクリックは、 水平面内のドリフトを止めるために用いられる。コレクティブは所望の高度を維持するために用いられる。テールローターペダルは機種の方向を制御するために用いられる。ホバリングの習得を困難にしているのは、これらのコントロールの相互作用である。どれか一つのコントロールを操作すると、他の二つを調整しなければならないことが多い。安定したホバリングを行うためには、 コントロール入力のカップリングに精通することが必要である。前進飛行においてはヘリコプターの操縦系統は固定翼機のそれとほぼ同じように採用する。サイクリックを前方に動かすと機種が下がり、高度が低下して速度が増加する。サイクリックを後方に動かすと機種が上がり、速度が低下して高度が上昇する。速度が一定の状態でコレクティブを増加すると、 上昇し、コレクティブを減少させると降下する。これら二つの操作を組み合わせ、コレクティブを下げながら、サイクリックを後方に操作したり、コレクティブを上げながら、サイクリックを前方に操作したりすると、高度を一定に保ちながら、速度を変化させることができる。ペダルは、ヘリコプターと固定翼機で、同じように作用し、飛行中の釣り合いを保つために用いられる。この釣り合いは、 旋回傾斜系のボールが中央に位置するようにペダルを操作することによって達成される。オートローテーションを参照2つの水平ローターを装備しているヘリコプターにおいては、パイロットの操縦操作に応じて姿勢を変化させるために、それぞれのローターを反対に作動させなければならない場合がある。二重反転式ローターのように2つのローターが1つのマストに搭載されている場合、 同軸ドライブシャフト上二上下に配置されたローターが反対方向に回転しているため、両方向の操縦は旋回しようとしている方向に回転しているローターと反対方向に回転しているローターのコレクティブピッチを同時に増減し、トルクの不均衡を生じさせることによって行われる。タンデムローターにおいては反対方向に回転する二つのローターが同じ機体の別な場所に搭載され、 機首部および微部びににあるる。マストト内に配置さされれた、別個のドライブシャフトで駆動されているこの形態においては、コレクティブピッチの作動により、機体全体のピッチ姿勢を変化させる。パイロットがサイクリックを前方に動かして、ノーズを下げ前方に加速させようとした場合には、前方ローターのコレクティブピッチを減少し、後方ローターのコレクティブピッチを反対に増加させることにより、 重心周りの回転が生み出される。両方向の操縦はサイクリックピッチの作動によって行われる。前方ローターのサイクリックピッチが所望の方向に傾けられ、後方ローターが反対に傾けられると、機体はその中心を軸に旋回する。反対に交差反転式ローターやサイドバイ、サイドローターにおいては、二つの大きな水平ローターが、 横に並んで配置されており、コレクティブピッチの作動により、北ヨロールさせる。洋軸の制御は、タンデムローターと同様に、サイクリックピッチの作動により行われる。ありがとうございます。